第2幕予言に謳われる兄弟。あの橋の先にあるのって町なのか。なんだか懐かしい感じがする景色だね。姉ちゃん、ここ座ろうぜ。うん。よう。人間ちっこい。おっと、珍しい。久方ぶりの新しい客であるな。はい、切符拝見。ミラージュ？って、喋った。いかにも、私はミラージュであるが、この列車の車掌でもある。切符を拝見。車掌？いや、まあ、そういや、タマも喋るか。でも、私ら切符なんて。あるのですよ。あるのかよ。お、半永久切符ですな。これまた久方ぶりでありますな。それでは、良い旅を。いつの間に切符なんて。エナクロ様より必要なものは預かってるのですよ。へっへん。そうなんだ。ところで半永久って何？なんで永久じゃないの？すげえな。本当に異世界って感じだね。おお、タマ、お前も俺に乗っとけ。はい、なのです。あの、失礼ですが、あなたたちは一体どこから来たのですか。あ、私たち。おお、バハムート軍のミラージュだ。バハムート軍ミラージュ。はい、バハムート連邦が抱えるミラージュで作られた軍隊です。え、ミラージュを使って軍を作ってるの。まあ、なんでもいいや。とにかくミラージュだってなら手に入れないとな。ちょっとさ、アバネロ軍だかなんだか知らねえけど、覚悟しろ。なんだかスパイシーなの。ずいぶん辛そうになっちゃったわね。
え？あれ？今のミラージュ、なんでガーデンジェムにならないんだ？あのミラージュを包んでいた光は、他の支配者がいる証なのです。支配者？虫歯？違います！簡単に言うと、あのミラージュは他人のものなので、持ち主を先にギャフンと言わせないと、なかなか捕まえられないのです。そんな面倒な設定があったのか。ちょ、設定とか言わないの。大人だ。わ、いけね。バハムート軍のものなのか。でも奴らをやっつけたわよ。これってまるで予言そのものじゃない。どっちのなんだ。でもあの予言って。こちらへ、よろしいですか。お、はい。あなたたちは異界からの訪問者ですね。その…よくわかんねえけど、多分そう。それもミラージュ使いだぜ。ちょっとラーン。いやいや、隠したってこういうのはバレちゃうんだって。なんつーの、生まれ持ったオーラっての。ラーンにそんなものあるわけないでしょ。少々聞いていただきたい話があります。この町にあるコーネリア城まで来てください。なんとかネリー城に来てくれってさ。ま、城ってくらいだから上にあるんだよな。何一つ合ってないのに方向だけは合ってるのです。でもお城への呼び出しなんて。はい。でもお城への呼び出し。あら。でもお城への呼び出しなんて。あの人何者なのかしら。ちょっす、変なんちゃって。変な挨拶しないの。改めまして、コーネリアを治めておりますセーラと申します。え、お姫様ってこと？そうだったんですか。すみません、特にラーンがいろいろと無礼を働きまして。え、俺だけ？私は姉のレーンと言います。失礼しました。いえ、こちらこそ。最初はバハムート軍のものかと疑ってしまいまして。それなのに、先ほどはバハムート軍のミラージュより町をお守りくださりありがとうございました。あ、いや、そんな丁寧にされると困る。何急に慌ててるの。でも確かに私たちそんな大層なもんじゃありませんので。そうそう、少々くらいなもんなんで。はい、少々なんて言葉初めて聞いたのです。あ、すみません。とても予言に謳われている方々には見えませんね。予言？そういえば、さっき町の人たちもなんかそんなことを言ってたような。失礼しました。少し順を追ってお話しさせていただきます。ここコーネリアはグリモワルの中層にある非連邦国です。非連邦国？はい、現在グリモワルでは世界中のほとんどの国家、自治区がブレンディレス・ミツカイ王を頂点としたバハムート連邦王国に参加しています。しかしコーネリアは未だ連邦には加盟しておりません。連邦からは幾度となく加盟するように達しがあったのですが、断り続けるうちに侵略まがいの行為をしてくるようになって。それがさっきのミラージュたち。はい。さっきおっしゃっていた予言というのは。青の予言の分岐に関するくだりです。再び刻まれし時、丘よりの大人、異界より来たる訪問者として帰らんかの者たち、世界に二つの分岐を生み出す。それはクゼとなるか破滅となるか。
大いなる意志の届かぬ闇の中。破滅とクゼの分岐。クゼ？クッゼ！お前マジでクッゼ！何を言ってるですか！タマは臭くなんかないのです！ヤンはバカでした！誰がバカですか！すみません、弟たちは無視してください。おい、もしその丘っていうのがエッツヒルのことを言ってるんだとしたら、あながち関係ないとも言えないのかな。あの、少々ぶしつけな質問かもしれませんが、この国が加盟をしていない連邦国に他の多くの国が参加しているのはなぜでしょう？グリモワールにいるミラージュは支配の大小こそありますが、ほぼ全てが連邦の管理下に入っています。連邦の後ろ盾さえあれば、国民は普段の生活におけるミラージュの脅威から解放されるのです。世界中のミラージュを管理？マジで？はい、マジです。バハムート軍のセグリワですとペリノアという二人の見つかりは、まるで大昔のミラージュ使いの女王様のように全てのミラージュを管理していると聞いています。ミラージュ使いの女王様、昔はそういう人がいたんですね。はい、もう100年以上前の話ですが。なら、これも素朴な疑問なのですが、連邦がミラージュの脅威を取り除いてくれるというのは、ここの国民にとってもいいことなんじゃないですか？そうかもしれません。しかし、連邦に加盟をすると彼らの法制度に沿い、ある思想も受け入れねばなりません。私はそれがとても恐ろしいのです。恐ろしい？はい。これはどうかあなた方の目でいつか直接ご覧になり、考えてみてください。わかりました。それで、あなたたちはこれからどうなさるのですか？ま、どんな状況だとしても、今の俺たちって結局ミラージュを集めるしかないかと思うんだよね。え、私たちは以前持っていたミラージュを失っていて、それと一緒に記憶もなくしちゃってるみたいなんです。で、もう一度ミラージュを集めていけば記憶が取り戻せるかもって言われて。だから、あのゴブリンどもがミラージュならサクッとやっちゃいいんしょ。それはつまり、多分どれくらい役に立つか分かりませんが、協力しますってことが言いたいのかと。よかった、ありがとうございます。少し安心いたしました。でも、協力するにしてももう少しミラージュがいた方がいいんじゃない？私たちミラージュがいないとまともに戦えないし。そうだな。お姫様、ここらにいろんなミラージュがいる場所ってあったりするのかな？それなら、ここから北東に進んだところにネブラの洞窟という野生のミラージュが数多く生息している場所があります。お、あるな。でもそこはかなり凶悪なミラージュの報告もある、とても危険な場所です。へえ。もし行かれるようでしたら、くれぐれも注意なさってください。ありがとうございます。肝に銘じさせておきます。させてって俺のこと？俺だけ？町の外に出るにはここを下っていけばいいみたいね。しかし、面白い作りだな。ここではこれが普通みたいなのです。町の人にもいろいろと話を聞いてみるといいのです。こらこら、力のある国に今日、そういえばどこかにからの大人が、ま、いやいや、実は大地の藩
ぜひとも。よろしく。やあ、私も大人になって。ここのお人、ま、私も連邦に反対して。こちらに道を開けば、その場所に行き来は自由なのです。どうやってその道を開くんだ？さっきみたいに決まった場所に近づくだけで開くのですよ。でも使うのに対価や制限みたいのがあるんじゃないの？何もないので気軽に戻ってきて大丈夫なのです。それにこちらの時間と向こうの時間は進み方が全く違うので、向こうで何が起こっていてもこっちでのんびりしてて問題ないのです。おお、すげえ便利じゃん。ちょっと便利すぎる気がするけど。自由自在に一度行ったところに行けるなんて。名付けて行ったところに行けと。零点なのです。センスのかけらも感じないのです。マイナス20点。マジって、それもマイナスなの？はい、追加、はい、追加、追加情報ですよ。なんなのですか、セラフィー。ジェムケースはこのゲートがある場所でも使うことができるのです。ああ、ゲートがある場所はセラフィーにとって安全な場所というわけなのですね。え、はいはい、そういうことです。じゃあ洞窟に向かいましょう。戦闘で毒にかかると体力、ほら、戦闘で、第三幕、古き知り合い。ネブラの洞窟は。がっつりミラージュを手に入れるとするか。勝手に歩き回って迷子にならないでね。探すの面倒だし。そんなわけない。ならないでね。はい。しかし、空気が綺麗だな。ほんとだね。やっほー。あっほー。な
なんで耳元で変なこと言うの？誰に言ってるの？さすが、ねぶたの洞窟。ねぶら、その言葉を適当に覚えるくせ、いい加減やめなさいよね。お、ここにもあるのか。町の中やミラージュが多い場所のスタート地点などに自然にできてるのです。もう一度来るときなどにはとても便利なのです。それに他の町に戻るときとかショートカット代わりにも使えるのですよ。ショートカット？例えばここからコーネリアの町に戻りたいときは、まずこのゲートに入ってナインウッズヒルに戻り、向こうのゲートからコーネリアの町に行く。そうすれば近道だってことでしょ。あ、なるほど。名付けてショートカット近道。オッケー。よっしゃ、冒険。よし、かっ。やったな。頑張ったかな。とりあえず行けるところまで行ってみようぜ、姉ちゃん。はいはい、あんまりはしゃがないでね。Thank you.
想像より思いっきりなダンジョンだ。ダンジョンってもともとはお城の深いところにある牢とか地下室って意味だったらしいよ。姉ちゃんのうんちく久しぶりに聞いた。だいぶうんざりしてるってことか。そうなのです。姉ちゃんうんざりしてるの隠すときに突然うんちくを言うときが。うんざりの語源ってさ。いやもういいから。やったな。やっぴI'm
し。頑張ったな。のせのせしてんのな。ランやレンと一緒でのせのせしてる奴らは。やったな。勝利だね。道道と道ができた。はい、道道渡りましょうなのです。二人とも意味不明だから道道みっちり話しましょうか。もうなんか負けた。山も敗北宣言するのです。What?
かとは思うんだけど、たまに頭の中に湧いて出てくる説明って。やっ、エナクロ様のサービスなのです。マジで？俺、名探偵みたいに突然ひらめいてるのかと思ってたよ。残念ながらランにそんな素質はないのです。本当？そうだよね。いや、二人してそんな心の底から残念そうに言わなくても。場所そのものがとても強いミラージュに支配されてる証なのです。困ったことにこの中だと戦闘に負けた時に使っている強制機関は効かないのです。機関が効かん、うまいこと言うね、タマは。じゃあこの中に入るときは準備をしっかりした方がいいね。はい、なのです。旅の記録もおすすめなのです。
どうってことないって。開始！やったな。実力通り。Thank you.
動開始。さあ、行くぞ。戦闘開始。本気出しちゃおっと。Thank you.
なんじゃこりゃ。気をつけて。ここに入り込むような物好きを見に来たのじゃが。はて。あら、久しぶり。おお、ガキども。息災か。息災？って誰がガキだ。そういうところがガキだっての。まあでもそもそも私らまだガキで間違ってないわよね。うん。変わらぬようだな。なんで笑ってるんだ。ランがバカだからでしょ。まあそれはたまに置いといて。置いとくの？どこのかな。私たち知り合いだったみたいね。覚えてないわけですが。覚えておらんじゃと。お呼びがないと思ってたけど。ならば話は一つ。これまでの関係を仕切り直させてもらおう。再び我らを従えたければ我ら三人に力を示せ。示せ。待て待て、お前も相変わらずせっかちじゃの。なんだラム。キャツラをよく見ろ。だいぶ前と違うようじゃぞ。ほんと前よりずいぶんあれかもね。あれって何。ランを見ればね。仕方ないのです。あれか。だから何。そうね、なら私たちの中から一人くらいがちょうどいいかしら。うん、そうじゃな。どれ、わしらの中から一人選ぶがいい。選ぶって何。相変わらず察しの悪いやつじゃ。今のあんたたちだと私たち三人相手は荷が重いってことよ。だから。ご親切に。どうも。さてと、じゃあだからって何。あたしと遊ぶ。ダイヤモンドダストで身も心も凍らせてあげるわよ。試してみろ。
まあ、こんなもんだな。よかった。まあ、今日はこんなところじゃろうな。ちょっとは楽しかったわよ。ずいぶんちっこくなっちまったな。ほっとけ、これから大きくなんだよ。ではまた会おう。またいつか会うとしようか。それじゃあね。あれ、これってガーデンジェム。いや、そこを聞いたんじゃないから。ああ、さっきのミラージュたちはジェム化していないので、彼らに属するミラージュをプレゼントしてくれたみたいなのです。なるほど、ちょっとだけ認めてくれたってことね。ネブラのミラージュは解放され、時に再び動き出す。じゃあバハムート軍の襲撃に備えて一旦コーネリアの町に戻ろう。入り口まで戻るのか。ナインウッドヒロミならすぐに戻れるのですよ。え、エリアのボスが消えた後ならその場所にリターンゲートを作れるのです。ポンなのです。ここからナインウッズヒロに戻ってコーネリアの町に行けば近道ショートカットってやつだな。え、それは近道をさらにショートカットするのですか。まさか近道そのものをショートカットなのです。いや、もうそれ近道じゃなくなってると思うよ。ところでアイテムを補充するのも忘れないようにね。おーい、了解。
えば、あのミラージュがくれる綺麗な石って、あ、それはミラストーンなのです。ミラージュの持つアビリティだけを分離させた石なのです。それを装備すれば、そのアビリティをレーンとラーンも使えるようになるのです。なせなせしてるミラージュと組み合わせてうまく使うといいのです。そこで、ああ、歩くの面倒だなと思ってるあなた。お、俺。そう、怠け者のあなたですよ。誰が？どうしたの？いや、ちょっとしたお知らせなんですけどね。ふふふ、聞いて驚いてください。なんと、私、セラフィーちゃんはこのうつひるの要所要所に空洞を作りました。空洞？おお、言われてみれば腹が減ってきたな。早くその空洞のメニューを見せてくれ。はいはい、メニューはこちらです。本日の定食はモコモコステーキで。ちょっと、あんたがランに乗ったら話が脱線し続けるでしょ。え、そうですよ。え、マジ？そうなの？そうなんですかね。ちょっとと先に進め！まあ簡単に言えば近道。もっと俗な言い方をすると、メニューから一発で行きたい場所に行けるって感じです。はい。いや、俗な言い方とかないから。やっぱりフードメニューなんじゃ。腹減った。だからその話はもういいって。おお、フードメニューとフードメニューをかけてたんですね。さすがラン。お、オートモ。どっちも分かってなかったのかよ。ランとセラフィーをほっといたら、いつまでも会話が先に進まないのです。よく分かったわ。
に？トコトコアビリティを覚えたミラージュはメンバーに入れておくといつでもトコトコついてくるようになるのです。ちなみにタマも覚えてるので、タマをいつもめでたいとか思うときはタマもメンバーに入れとくのですよ。第4幕、光の戦士の伝説。とりあえずセーラ姫と話を。バハムート軍だ！もう来たのか。陣を敷いたということは、こちらとの決戦の準備に入ったということですね。どうしますか？こうなったら、待ってても状況は悪くなるだけじゃね。ランならどうするの？ガツンと行くしかないでしょう。しかし、今のコーネリアに正面からぶつかって勝てる戦力は、時間さえ稼いでくれれば、なんとかなるかも。え？俺らが後ろから敵のボスを落とす。大丈夫なのですか？まあ、ランってこう見えて意外と喧嘩慣れしてるんですよ。昔はもっとちっこくていじめられたせいでね。うっせえ、大体せよ姉ちゃんも一緒だったろ。まあ、ちっこくてってのは半分冗談ですけど、いじめられてたのは本当なんです。こんな腕なので
子供は気持ち悪かったんだと思います。でもこの腕ってお母さんと同じだったから嫌だって思ったことはなかったよね。まあな。で、いじめられまくってたらあんですけど、最初は泣いてばっか。でも私が鍛えた後は喧嘩になっても負け知らず。すごいですね。でもそれってすごく強くなったってわけじゃなくて、勝てない喧嘩をしなくなったってことなんです。そういう危険とか勝負事の嗅覚は意外とあったんですよね。ま、根が弱っちいからですけど。うせうせ。でらん、あいつらに私たちは勝てそうなの？楽勝じゃあないだろうけど、なんとかなると思うよ。だそうです。私たちを信用してみます。わかりました。どちらにしてもこのまま何もしなければこのコーネリアは侵略されるのを待つだけです。やりましょう。予言に歌われるミラージュ使いを信じて。ラーンが喧嘩してた相手とか何も覚えてないのに、この記憶って一体。早くバハム。作戦が。お前たちが予言のミラージュ使いだな。私はコーネリア第一兵団を率いる団長だ。作戦では先鋒を務めさせてもらう。すでに姫より話は聞いている。作戦開始はお前たちの突入に合わせ、二人の準備ができ次第始めてくれ。
ゴブリンの陣は…あの丘の上ね。行きましょう。敵の親玉をガッとやっちまおうぜ。はいはい、さあ、ゴッなのです。おう、前形態の話では、暗闇状態になると攻撃が、そうだ、目薬で暗い、ご活躍。バトルだったな。頑張ったかな。あれれ、これってなんか知ってるような。まあ、こんなもんだな。勝利だね。まだ残党兵が。
敵のボス。負傷した兵を消えなさい。いいバトルだったな。これくらいならね。
よし。大丈夫ですか？加勢するな。助かったよ。姫らしき人をこの戦場で見かけたと聞き、少し焦ってしまったようだ。セル姫を？まさか、さすがにないでしょう。そうだといいんだが、あの方だと、あながち。と、話している場合ではないな。私は大丈夫だ。気にせず進んでくれ。敵のボス、ゴブリンに指示を出しているバハムート兵が、この先にいるはずだ。ああ、任せてくれ。前線に
ーネリ、コーネリ、バハムート、バハム、お姫様、マジだったのか。元気なお姫様だね。セイラ姫、後ろ。危ない。大丈夫ですか、姫。ええ、ありがとう。やべえぞ、どっか降りるところないのか。向こう側から回り込めそうだけど。ダメだ、間に合わない。危ない。今の、いや、私にも何が何だか。その光、そうだったのですね。兵団長、あなたはこれよりウォーリア・オブライトを名乗りなさい。まさか私の。ええ、コーネリアに伝わる光の戦士伝説、名もなき勇者の心に宿る力、ウォーリア・オブライト。あなたこそこの国のセーバーとなるアプリカントだったのです。アプリカント、セーバー。セーバーとは、歴史の転機などに現れる突如奇跡の力に目覚める救世主のことです。またその光を秘めているものを候補者、アプリカントと呼びます。ウォーリア・オブライトの伝説は我がコーネリアだけのものですが、その他のアプリカントは世界各地にいるとも伝えられています。私がウォーリア・オブライト。ええ、間違いありません。確かに先ほどのラーンとレーンから受けた光で、長い眠りから覚めたような、まさかあなたたちはアプリカントに覚醒を促す力まで持っているのですか。すみません、前も言ったようにほとんどの記憶をなくしちゃってて。それより、
セーラ姫は下がってください。あれが敵のボスだな。ラン、兵士は人間っぽいから手加減しなさいよ。大丈夫大丈夫、弱い者いじめはしねえって。分かってるなら OK。 行くよラン。おい、めっちゃでっかいのです。これで何食ってこんなでかくなったんだ。いや、あんまり考えない方がいいんじゃないかな。彼らは特権階級クリエイターになるために戦っている人間のはずです。一体何が。行く年月のり。ともりし時が動き出したか。せぐりはです。何用か。始めるぞ。司祭、問題あるまいな。おお、すべてつつがないわ。では行け。予言は成就させよう。さあ、新たな歴史を綴るとしよう。
そろそろアイテムとかの補充もしとこう。オッケー、ギルもいつの間にか溜まってるしな。そういえば、なんでミラージュを倒しただけでギルが。それは、エナクロ様の。やっぱりそうなんだ。一度コーネリアのセイラさんのところに戻ろっか。何？ラン。第5幕、世界を救いしセイバー。敷かれてたジンはそのままゴブリンの住処になってしまったみたいなのです。ゴブリンは操ってた兵を倒したからしばらくは襲ってこないだろうけど、指揮する者がいない烏合のミラージュなら野生のものと変わりはない。この世界でミラージュがいるのは当たり前のことですからね。光の戦士もいるしな。そうですね。しかし今後もバハムート軍が侵攻してこないとも限りません。どこか他の国と同盟を結ぶなり相互の支援と協力を頼みたいところですが。そういえば最近反連邦活動を始めた国家規模の大きな組織があると聞きました。その組織に協力を求めてみてはいかがでしょう。名は確かツイン S。 ツイン S、 どこで連絡が取れるのでしょう。北のサロニアの領主が連絡を取っているらしいと町の行商人が言っておりました。サロニアですか。あそこはまだ非連邦国でしたね。はい、よければ私が使者としてツインエスのことを聞いてまいりましょう。しかしサロニアまでは多くのミラージュがいる場所を抜けていかなければなりませんし、それに。あ、なら俺たちが行こうか。そうね、ウォーリアさんたちはまだここでゴブリンたちに睨みを聞かせとかないと。そもそもコーネリアの光の戦士が国を離れちゃダメだって。その点俺たちはミラージュ集めの旅を始めたばっかで決まった目的地もないし、ちょうどいいついでなんじゃね。お言葉に甘えてよろしいのでしょうか。ええ、ランが言うようにミラージュ集めのついでってことで気にしないでください。重ねてありがとうございます。ならば我がコーネリアの使者である証として書簡をお渡ししますね。よろしくお願いします。はい、次の行き先も決まりだな。それじゃあまたな。バイバイなのです。あ、
礼します。じゃあサロニアとかいうところに向かいましょう。列車に乗って北を選べば進めるのです。バハム、こらこら、力のすごい、私も。我が輩の、はい、ひっ、おお、すげえ、不思議すぎだぜ、グリモワール。まずはここを抜けるってわけね。危なくなったり疲れた時はゲートからナインウッズヒルに戻って一休みがいいのです。ただいまなんちゃって。ちょっと。な、れ？なにここ。お客さん、すごい珍しいかも。あなたは？それにここって？私は、あれ、名前忘れちゃったかも。ずっと名乗ってなかったから。ここは私のティールーム。あなたたちは？お茶飲みに来たの？ああ、いや、なんでここにいるのかもわかんないんだけど。俺はラン、こっちは姉ちゃんの。レーンです。ナインウッズヒルから来たんですが。ナインウッズヒルのラーンとレーン、知ってる。そういえばここに来るって夢を見てた気がする。今日だったんだ。え？じゃあ何しに来たのかも知ってるかも。すぐに始める？あ、何を？なんで俺らがここに来たのか俺らが知らないのに知ってるの？ミラージュ使いのミラージュ集め。知り合った人たちの魂に触れ、過去と現在と未来、それらのミラージュが関わる大事な戦いや悩みを代わりに受け、その結果に力を貸す。違った？そうなんですか。マジで？てか意味不明だ。姉ちゃんはわかるの？うん、ダメ、全然わからない。じゃあ誰の魂に触れる？どうしたの？どうする？
このアルマジェムって何ですか？ん？アルマジェム持ってるの？何に使うかわからないけど、いくつか見つけてるよ。それはここで必要なもの、いろいろなことの対価として使える。対価？そう、知り合いの魂に触れて時に干渉するには本来対価を払わないとならない。そのアルマジェムはそれに見合う対価となる。じゃあいっぱい集めればここでいろんなことができるんだ。うん、そう。うまくはぐらかされてる気がするけど、結局これって一体何なんだろう。全てを知る必要ってないよ。え？知らない方がいいことも世の中にはいっぱいある。